大島陸太郎大島陸太郎10月8日から1970年1月18日は、日本の陸軍軍人、政治家、家族、陸軍少将、貴族院死者区議員、本籍東京都、陸軍将校、大島義政の次男として生まれる。父の死去に伴い、1926年6月1日、家督を相続死者区を就職した。 1905年3月30日、陸軍士官学校を卒業し、同年4月21日、不評少尉に任官。1913年11月、陸軍大学校を卒業し、1916年、フランスに留学。以後、この F 票、第二旅団副官、自重部関係軍事参議院幹事などを歴任。1929年8月1日、 不評大佐に昇進し不評第四連隊長に就任。第十六師団参謀長を経て、1934年8月1日、陸軍省省に進み、この F 票、第二旅団長となる。1936年3月23日に、退名となり、同年7月10日、予備役に編入された。その後、満州国民西部刑務士長、ボタン交渉省長などを務めた。 1939年5月27日、貴族院議員補欠選挙で、私者議員に選出され、研究会に属して活動。小磯内閣、陸軍政務次官、内閣委員などを務めた。1946年2月8日に、貴族院議員を辞職した。ありがとうございます。